何の祭りか知らないが浮かれた格好だな。一応君へのバースデープレゼントってつもりなんだけど。誕生日なんて覚えてないな。じゃあ今日が誕生日ってことでハッピーバースデー、おめでとうございます。自分が何歳かもわからないけどな。年齢なんかただの数字よ。人の生き方には関係ないし、大事なのは生まれて何年経ったかじゃなくてどんな心で生きるかでしょ。お前にしてはいいことを言うが、年齢に意味がないなら誕生日を祝う意味もないんじゃないか。それはそれ、これはこれよ。それとも君プレゼントはお嫌い？そこまでひねくれてないつもりだ。今夜はメイヤも来てるのか？そんなに会いたいんだ。駆けずり回って探してみれば。別にそこまで興味ない。用があればあいつの方から来るんじゃないか。迷惑な魔女だもんね。いつも頼みもしないのに現れて君に試練を押し付けてばっか。お前も似たようなものだけど。私はメイヤと違ってあっちこっちのブランクたちに色目を使ったりしないし。色目ってなんだそれ。ブランクたちを誘惑して召喚獣と戦わせてるじゃない。頼むぞ。来る。行くぞ、イフリート。召喚獣とは聖の守護者、人の祈りに応えて魔を打つ獣。世界を守る召喚獣は異端の魔女を許しはしない。止めてくれる者がいなければ召喚獣が私を殺す。それでも召喚獣を打ち倒す光の戦士に会いたいから、私はここにいます。あなたを待っています。命を懸けて。魔性の女、略して魔女ね。君たちブランクと来たら都合よく利用されちゃってさ。利用されてるつもりはない。メイヤのおかげで他人と組んで戦う機会ができた。納得してるみたいだけど裏切られても知らないよ。お前だっていつか俺を裏切る気だろ。メイヤとどこが違うんだ。一緒にすんなっつうの。メイヤはたくさんのブランクたちをとっかえひっかえ手玉に取ってるけど、私が手玉に取るのは君一人だし。そりゃどう思う。パラミティアには無数のブランクがいる。君は光の戦士を目指して戦い続けているけれど、戦いをやめたブランクもいる。彼らはどうなったと思う？パラミティアルール、戦わない者の名は誰も覚えない。忘れ去られて消えたのか。戦うのをやめたら俺もそうなる。ならないよ。私がいるから。世界にたった一人の君を私だけは忘れずにいてあげる。妙な気配だ。見られている気がする。ふん、誰だろう。誰もいないね。何の音だ。
ザーかな。誰？俺が誰かと問うならば、耳かっぽじってよく聞け。我こそは殿下の宝刀を探し求めて次元の狭間をさすらう男。三度の飯より剣が好き。でもそれよりも剣家好き。来るか来るかとみんなが待ってたスペシャルゲストがついに剣山。そのなも。ギルガメッシュだな。はい。お前な、なんで先に行っちゃうかな。あいつを知ってるの？記憶ないのに。常識だ。知ってるならなおのこと。練習してきた登場シーンを潰すな。悪かったな。なんなら最初からやり直すか。今さらできるか。雰囲気が台無しだ。かくなる上はショートバージョンだ。やるんだ。俺が誰かと問うならば、イコ力、ギルガメッシュ剣山。ランキングに挑んでくれなかったらどうしようかと不安になっていたところだ。光の戦士を目指す者よ、いざ尋常に勝負せい。爪が甘いな。ほら、起きろ。おい。これは冗談なのか。だとしたら立ちが悪い。予言クポ、友は犠牲をいとわず勇敢に戦う。友の命が消えるとき、扉の鍵が現れる。戦士は友を失うが、託された希望を忘れない。鍵なんかないぞ。ここじゃ誰も死なない。よかった。友はオイラじゃないかもってドキドキしたけど、これで安心クポ。まだだ。安心するな。ずっとドキドキしてろ。もう胸いっぱいクポ。たくさんのドキドキは全部オイラの希望だって。すごいことクポ。オイラの活躍でモグリ族は光の戦士の友達になった。もしかしたらって思った時のオイラの希望ったら。今パラミティア中のモグリがこの希望を感じてるんだ。ああ、そうだったな。でも分け合うなよ。独り占めにしろよ。だってこれもパラミティアルールだからね。あ、一つだけお願いクポ。ぎゅっと抱きしめてほしいクポ。
らが独り占めっぽい。みんな羨ましいだろう。盛り上がってるな。宴はまだまだこれからよ。また面倒なゲストが来るのか。ゲストじゃなくて主催ね。セーラー王女の大騙しか。光の戦士を目指す皆さん、世界の未来は皆さんの戦いにかかっています。ですが今宵はひとときの宴を楽しみ、英気を養ってください。希望に満ちた明日をもたらすためにこの夜に祝福を。高貴な王家らしい態度、姫君らしい言葉、誰がどう見てもセーラは王女だ。人々の前では立場にふさわしく振る舞う。自分の役割を分かりやすく演じるかのように。違うな、全然分かりやすくない。素直なお姫様のようで、実はつかみどころがない。セーラは、王女は不自然だ。もう少しですね。え？私は王家の砦にいますから、もうすぐ会えると思ったのです。モグが死んだんだ。ええ。知っていたのか。あなたがお友達を亡くすことは予言されています。そしてあなたは亡くしたお友達のためにも光の戦士になる思いを強くした。そうだけど、それだけか。モグは随分あんたを慕っていた。あなたと過ごした最後の瞬間、彼は希望に満たされていました。モーグリ族は思いを共有します。彼の希望は全てのモーグリに伝わりました。あいつは満足して死んだから、みんなは、あんたも納得か。悲しむことで彼が蘇るなら、私はどれほどでも嘆きます。なんだこの女。なあ、あの、お姫様。セーラとお呼びください。予言をもっと教えてくれ。またあんな風に誰かと別れるのか。別れもあれば出会いもあります。あなたはここで私と会って、あんたと会って、それからは。見ていられねえな。早速行くか。あんたの役割は何だ。あんたも予言に登場するんだろう。幸か不幸かしない、だから異端と呼ばれるのだろうよ。さて、お姫様が待っている。ここから先は俺が案内をしよう。心配するな。俺はお前のために死んだりしない。お前がどこかでくたばったら、見捨てて次を探すだけさ。俺に微笑んだと思ったら、モグの死に涙を流した。気持ちの切り替えが早いとか、裏表があるとかじゃない。多分。悪意や隠し事もない。でも分からない。胸の内が見えついているようで、本心がどこにあるのか計り知れない。そこが知れない。
セーラ王女は何者だ。いつまでボケっとしてんのよ。お姫様に見とれちゃって。あんま顔が緩みっぱなし。誰がだよ。ただの考え事だ。セーラが気になって仕方ないのね。あのな、光の戦士の予言によれば王女は重要人物なんだろう。なら光の戦士を目指す俺は王女を無視するわけにもいかない。それだけのことだ。個人的な感情じゃなくて、光の戦士の候補として義務感で気にしてるんだ。そんなに冷たい態度の君が世界に希望をもたらせるかな。じゃあなんだ、愛する姫を救ってみせるなんて嘘くさい意気込みでも叫べって。バカらしい。やるときはやりきった方が人々が喜ぶよ。人々に笑われるの間違いじゃないか。笑顔は希望の源だし。それなら今の俺には希望のかけらもないな。うわ、ひねくれぶっちょうずら。祭りの雰囲気台無しね。どうしてここに。眠れなくて、いけませんか。山の上だぞ。どうやって。ガーランドと来たのか。彼ではありません。クプ。お前かよ。王女が夜中に抜け出したら家来が心配するぞ。皆はもう眠りました。今は夢の中で過去を忘れている頃でしょう。ならあんた、君も寝ればいい。眠れないのです。目を閉じていても胸騒ぎがして。そういう時は寝るのを諦めて明日になるのを待つしかないな。それでは朝は来ないのです。生誕祭は特別な夜、すべてのものが眠りにつくまで再び日が昇ることはありません。なんだと。じゃあ君が眠るまでずっと夜が続くのか。セーラだけでなく君も寝ないと永遠に夜が続くよ。聞いてないぞ。言ってないしね。どうすればいい。仲良く眠れば。そのうち眠れると思います。先に帰って休んでください。そうしたいんだけど、俺も全然眠くないんだ。参ったな。こんな夜は寝よう寝ようと意識するほど余計目が冴えるんだよな。わかります。眠くなるまで気長に待ちましょう。長い夜になりそうだな。きっと眠りに落ちてしまえば何もかもひとときの夢ですから。眠くなるまで少し歩くか。はい。肉を切らせて骨まで食う。
けない。敵であるな、倒すだけだ。勝ったと思うなよ。勝負はついた、ドローはなしだ。